某月某日、某漫画の森にて月の王女プリンセスセレニティ、地球の王子エンディミオンと出会う。某月某日、地球の王子エンディミオン、月星人との密会の罪で安らぎの井戸へ。某月某日、クイーンベリル率いる地球の軍隊月へ、シルバーミレニアム崩壊。といった設定は前置きにしておいて、これらとは無関係にドラマは進むのであるが、今この物語が非常に危うい立場にあることを私は明記したい。嘘だ、ハッタリだ、陰謀だ。発言は私の許可を取ってからするように。発言します。月のうさぎさん、お本、このドラマが危うい立場にあると仮定して、その危ういとは一体どういったものであるのか、一体何なのであるのか、お聞かせ願いたい。設定を無視したただの創作に過ぎないということです。一般的メディアにより社会に広い認識を持つ作品のキャラを使う、それにより一人でも多くの視聴者を取ろうという愚かな手段にしかなり得ないのであります。まあアニパラの常套手段ですな。ならばこれはアニパラとして有名な作品を滑稽に巻いたものとして、打ち合わせ自己満足が一つの本質のものとして成り立っているのでは。結果論に過ぎませんよ。皆が知っているキャラを出せば皆が見てくれる、そういう浅はかな考えに過ぎません。そうであると仮定するなら、このドラマは別に危うい立場にいないということだ。あら、どうして。これはセーラームーンの皮をかぶった別のパロディであるということさ。見た人間がそれと気づかなくても、物語自体セーラームーンとして成り立っている。物語はあんたが思ってると単純じゃないのさ。その時このドラマから弾き出されるのは誰かな。バカな話さ。今さらパロディとして成り立とうと成り立つまいと、あんたに残された道は出番を終えた役者として舞台を去るか、脇役として残るかの選択でしかないんだ。作詞作に溺れる。このドラマを否定することであんたは自分をも否定してしまったんだ。でもこの強引な展開を皆が拒否したら、するわけがないさ。このドラマにそれ以外の展開があってたまるか。強引なネタで始まったドラマが強引に展開し、そして終わる。このことはこのドラマが始まった時から決まってたのさ。カーディアン、嘘だろ。ごめんみんな、カーディアンが出たことを知らせに来たのにすっかり忘れていて、みんなごめんよ。どうする、とんだ泥酔キツマキナだけど、まあいいか、みんな行くよ。ちょっとなんでそんな結論になるんです。今の今まであんたら何を話してたんです。今さらそんな展開意味ないじゃないですか。意味なんて最初からありゃしないのさ。それがパロディーだから。We are
なさい。